はーい。おはようございます。沖縄、おばばでございます。今日も非常に暑いです、那覇は。はい。えー、最高多分33か4度ぐらいじゃないかな。でも室内はね、もうちょっと暑いんですよね。はい。ー、なので、冷房は、あ一日中切れません。はい。夏はこんな感じです。はい。えー、しかしですね、 面白いことにうちにはテレビがありません。えー、冷房2台ね、一応26度設定でずっとつけてます。で、1ヶ月の電気代がどのくらいかというと、15000万5千円弱でございます。はい、そんなもんなんですよ。はい。えー、いかにね、テレビが電気代食うかという感じですよね。 まあ、二部屋ね、回、えーまあ、しっぱなしなんで、冷房は。はい。夏は羊でございます。はい。まあ、そんなこんなでね、えー、今日の朝の雑談です。はい。えー、なんというかね、えー、昨日ね、えー、お友達が、いつもね、何、えー、て言うのかな、えー、来週からちょっとお休みなんですけど、夏休みなんでね、えー、うちに自然栽培のお,お野菜を届けてくれるね、お友達がいるんですよ。 そのか、方から聞いた話です。ちょっとね、これ自分でやってみてないのでわかんないんですけど、えー、どうなんだろうなと思ってます。はい。何を聞いたかというとね、あの、例の、こうなんちゃらのね、えー、グラフですね。グラフ、棒グラフ。はい。あのー、食べた回数ね。と、あと、コロアンティーナーになっちゃったよっていう人数のあのグラフです。はい。なんと、おなんていうのかな。 えー、その方は、あのツイッターやってるみたいで、はい、えー、ツイッターから飛べなくなってるという話です。はい、えー、そのこうなんちゃらのーと、あのー、ホームページのね、リンクがね、えー、なんか、なんか消えてるかなんだかわかんないんですけど、えー、こうな,らなんちゃらのね、ホームページにも飛ん,、あのー、んだんですけど、その グラフ自体がなくなってるという、はい、えー、話を昨日聞きました。はい、ちょっとね、あのー、なんていうのかな、今からね、ちょっとまだ、あのー、パソコンああの、立ち上げてないでね、何とも言えないんですけど、えー、そうだとしたらすごいですよね。えー、まあ、ここまでするのかっていう感じですよね。ええー、よっぽど見られ、見られちゃまずいし、知られちゃまずいんでしょうね。あのー、何回も食べた人がね、 え、コロアンティーナにね、えー、なっちゃったっていう率が非常に高いっていうやつですね。あれ、見知られちゃう、ほんそんなにまずいんでしょうかね。はい。で、食べてない人はほとんどなってないという。<laughs> はい。えー、まあ、世界的にね、まあ、日本語だけでね、検索すると、あの、もしかしたら消されればもう、 それは、はあ、おしまいになるのかもしれないですけど、そういった事実はね、出てこないようになってるのかもしれないんですけど、残念ですが、はぁ、あ、西部作品の国でね、出してますから、はい、英語ができる人だったら英語で検索できますから、はい、えー、なんかね、あのー、日本のね、アウト政府はね、国民バカにしてますよね。<laughs> そう思います、はい。国民バカにしてると思います、はい。 えー、バイリンガルとかね、トリリンガルもね、え日、ー、本の国内にうじゃうじゃいるんですけど、はい。そういうことです。まあ、ああ、ある一部の人たちは本当マルチリンガルの人もいますからね、四五カ国語できますよっていう人もね。なのでね、ほんと馬鹿にしてると思いますよ、こういうの。ああ、話聞くとね。はあ、そうかいっていう感じで。はい。もう、全然ね、私は、あ、日本のね、 アウト政府の言うことはね、ほぼほぼ信じてませんけど、どうしてかっていうとね、まあ、できるんでね、いろいろと。はい。あの、なので、あの、いろいろ比較できますので、はい。そういうことでございます。本当にね、これね、えー、隠蔽すればいいのかっていうね、どんだけ隠蔽体質なんだっていうね、その出してたグラフさえもね、えー、消してしまったという、はい。 えー、まあ、とんでもないですね。もしくは、あリンクを全部無効にしてるとかね、置き、置き場所変えたとかね、えー、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、非常にね、あのー、なんて言うのかな。わかりやすいっちゃわかりやすいですけど、ほんとバカにしてると思いました。はい。 あの日本に住んでる人たちねいっぱいいますんで23カ国語普通にできる人がねはいそういうことでございますはいあーあーって感じです本当にもうアホやないかって感じなんですけどねはいえー、まあそれはそれで置いといてあとね、えー、まあその方もね食べてないんですけどね例のものねやっぱりね 健康に気を使ってる人々ですね。いわゆる自然農法とかやってる人はね、あんま食べてないですね。はい。でもね、あの、JP 関係は結構ねえ、食べちゃってるみたいですね。はい。えー、でね、ある方、ごめんなさいね、ちょっと雑談長くなっちゃいます。ある方の配信見てね、えー、食料危機来ないとか言ってる方がいたんですけど、 えー、勘違いなさってます。その方、本当に勘違いなさってます。何を勘違いしてるかっていうと、農家さん持ってるんですよ、その人。農家を経営しててね。えー、まあ自分でやってるわけじゃなくてね、人にやってもらってる口ですけど、まあ富裕層ですね。えー、その方ね、まあ自分の農園持ってて、で、まあいろいろとね、 あのー、その自然栽培っていうかね、有機農法でやってるんですけど、ロスがね、あのー、市場に出せないのが3、4割あるっていう話で、でね、それを出せばいいだけの話だみたいなこと言ってるんですけど、あのー、食料のね、キッキーってそういうことじゃないんですよ。はい。野菜でカロリーが補えるかっていうとそうではありません。はい。えー、戦時中のことを思い出してください。はい。まあ、 なんていうのかないさとなればね、カロリーを補うためにね、全部芋畑にするとか、そういう手は残されては今、ま、いるとは思いますけどね。えー、いわゆるね、穀物です。穀物カロリーベースです。はい。えー、穀物が、潤沢にないとね、人は、植え、植えてね、星になっちゃうんですよ。それね、もう戦時中に、あのー、いろんな人から、戦時中の人からね、 えー、だった人、戦時中に、その、なんていうのかな。戦時中とか戦後にね、えー、そうしたあ、厳しい時代を生き抜け、生き抜いてきた人からね、いろいろお話は聞いてるんですけど、あのー、やっぱりね、あの、闇市とかでいろいろ買ってたみたいです。はい。えー、それで、えー、やっぱり、あのー、お米とかね、そういうもの配給だけの方は、残念ながら栄養失調で、えー、 ね、お星様になってしまったと、はい、しかもねあの野菜とかは食べてたらしいんですよ普通に。なのでねやっぱりねカロリーそこそこ取らないとやっぱある意味ねあの特殊な人は別ですよ。もう普段からねあのフルータリアンっていってフルーツしか食べない人とかいますから、はい、まあそういう人はまた別なんでしょうけど。 大体あのー、穀物でね、大体の人は補っているんで、えー、そのね、穀物ベースのその穀物が足りなくなってしまうことが一番の問題なんです。はい。野菜が足りないことではないんです。はい。まあそういうことなんですよね。なんか勘違いしてるなと思いました。で、えー、ちなみにね、えー、食料の危機は起こるんじゃないんです。あれ、起こされるんです。 そういうことです。他の海外の例見ててもわかりますよね。起こされてますよね。はい。起きてるんじゃなくて起こされてるんです。ただそれだけなんです。はい。なので、まあ、これはね、流れとして日本にもね、えー、あと少しすればね、同じような流れになってくるんだということですね。えー、どうしてかっていうと、チームシュワットブーだからです。はい。チーム和水だったらね、和水だったら別です。ありますから。 はい。あそこいっぱい持ってますから、はい。和水、だからね、みんな、あの、和水に行くんですよ。はい。えー、いろんなところでね、あの、食べ物もねあ、もらえるしね、まあ買うんですけどね、食べ物も買えるしね、お金出せば買えるし、それまあ燃料も買えるし、エネルギーも買えるし、まあこれは万々歳だということでね、みんな和水に今行ってます。はい。そういうことでございます。はい。まあ、はあ、よく考えないとね、日本の政府も。 はい、えー、まあ、考えての結果なんでしょうけど、<laughs> そう思います。とにかくね、人を、あの、非常にね、えー、バカにしてるなと思いました。はい。あのー、うざうざいますから、はい。あの、日本語だけしかできない人たちのありませんから、日本人。はい。そういうことでございます。はい。それでは、はい。えー、長くなってしまいましたけど、はい。皆さんまたごきげんよう。沖きなパ,パでしす。